さあ、それでは始めていこうと思います。始めていこうじゃなくて続きをやっていこうと思います。さあ、筋彫りっすね。とりあえず黒サフを吹いてきました。缶の黒サフで吹いてシューシューシューってブスーって、あ、足りねえみたいな感じになってしまったので、こんな状態でございます。ひどい。ということでやっていきましょう。スパチュラっすね。峰島様のスパチュラでございます。なんだその言い方は。スパチュラでございます。で、こういうところをね、こうやってね、力を入れずにね、まずはね、道を作っていきましょう。いつもと同じパターンでいきますね。安定のいつもと変わらない工程。結構これ難しいんだよね。ここ小さいからさ、ふいっと、ここ難しい。ここ綺麗にやらないとかっこ悪いからな。道を作る。パーツが別パーツになってるから、この辺でやればいい。もうちょっと光欲しい。この辺で、この辺からこんな感じでジューッと撫でるだけ。そうするとだんだん削れていくんでね。そしたらこちらで幅を広げていくと、なんかいい感じ。なんか難しいぞという感じで、今日の動画は終わりです。本当にだってこれだけども、あとこれ時間がめっちゃかかるから、まああとどうでもいい話をね、聞かされながらこの映画じゃねえよ動画を見せられるっていうね。いや、まあ本当どうでもいい話なんですけど、いやー、 Amazon プライムでね、ついに直部さんの大好きなゴルゴ13がアニメの方でね、出てきて、やったとか思ってめっちゃ見てる。もう何回見たんだよっていうぐらい見てんだけど、好きなんだよねゴルゴ13がね。しかも古いやつ、古い方ね。じゃ、今のよく CM とかで出てくるゴルゴの声の人はまたね別の声優さんなんだけど、初期の設定というかアニメの方は舘ひろしがやってんだよね。あ、いいわとか思いながら、これだわっていう感じで見てる。すげえ好き。じゃあ別に笑いも何もしないんだけど、ひたすらかっこいいっていうね、もう全然ウケない動画、アニメ。なんだ、ウケない。まあ女受けはまず確実に悪いよね。女受けって言っちゃうかね、女性受けはね確実に悪いよね。まあそれも偏見かもしれないけど、かっこいいのよゴールゴ、超好き。めっちゃ見てる。何度フィギュアを買おうと思ったか。特にさ、あれなんですよ、骸骨のさ、茨の冠をかぶった骸骨のあれ、またねめっちゃ好きでね。ちょっと難しいとこいきますか。ここね、あえて面取ってからつけたところですね。ね、面を取っておくとこう見るとね、パーティングラインがしっかり見えていいよと。で、後ろもちゃんとこういう風に止めておいたから、溝をね、モールドを掘っても大丈夫ですよと。いやー、いいゴルゴ13。またああいうさね、最近やってるアニメとはまたこう一風変わった感じのアニメでね、ただひたすらゴルゴの強さをアニメにしてるだけのやつなんだけどね。ちょこちょこ高級車が出てくる。高級車、まあスーパーカーだね。ちょこちょこ出てくるね。アストンマーチンとかさ、
よっしゃどうだ。いやいや、なんかね、ずーっと見ちゃうんだよね、あれね。弱いな。あのね、ここね、とんがってるから気をつけましょうね。これ何回もね、手引っ掛けてて、そのうち折れるんじゃねえかって思うぐらいの、気を抜くとやらかすんで気をつけましょう。これ面最初のうちに取っておかないと、どうしてもこのね、最初にこの道を作るっていうだけでも結構しんどい作業になるんで、ちゃんとね、面を取ってからつけるようにすると、このモールドの彫り直しがいいです。やりやすくていいですよ。もともとあるモールドはね、もともとだから結構やりやすくていいんだけど、でこのね、極細固めっていうね、なんかすごいカメラ揺れるね最近。ちょっとすみませんね、酔っちゃうよね、ごめんなさいね。ほらね、くっきりはっきりバッチリ、こうやって触るときにここ引っ掛けるんで、一体にさ、からプチプチいくんだよね。でここさ、取らなかったじゃない、そうするとこういう感じになっちゃうの。結構パッツンパッツンになっちゃってやりづらいの、これ。だからこうやって手で触って、こっちこう来て、こういう段差が、こう来てこういう段差が来てるよというのが分かる。だからこっち側からこう道を入れるような感じにしてあげないと、うまく入れれなかったりするから、力を抜いてスーッと、力を抜いてね、力を抜いて、ああ脱線した、脱線したけど、力を抜いてやることによって脱線しても修正がしやすいよと。反対側からやっちゃおうかなとか、ああだけど反対側からやってもうまくいかないなという時にはですね、カッターでこう走るんじゃなくて押す、ここの道からまっすぐなところで、ここからこうまっすぐでグイグイ押すんですよ。押すんです。押すとカッターの刃の道ができるから、そこの道にまたスパチュラでこうね、走らせていってあげると、見えない、うまくいく。で多少そのさっき言った脱線してもですね、映ってるカメラ映ってるよね、脱線してもまだ、あとこれからペーパーで1枚当てるから、やっぱりね、ペーパー1枚当てることにした、超滑らかボディが欲しいと思ってね。こんな感じでね、力を抜いてね、力抜いて、力ね、力入れないよ、力入れない、力入れない、力入れない、そっと優しく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 ね。これ面取っとけば、こういう工程がもっと楽だったわけだ。手を抜いて面を取らなかったから、この工程が面でよしできたね。ほらいい、 OK で道ができたから、スパチュラでまたこのね、キータの爪でこうやってやっていくわけですよ。よし、ほらね、だいぶ良くなってきたでしょ、バシッと決まってきた。結構こうやってやっていくと、こっちの方は結構大きく取れてきたけど、こっちがあんまり取れてねえなって思ったら、今度逆側からね、こうやって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 やると、こう
こうやってやるといいよ。よし、で極細固めでやればこうやってね、綺麗にこのモールドの中に出たバリっていうのもね、これでこうやって取って、じゃじゃーん。でこれ今この状態だと分かりづらいけど、またサフ吹いたりなんかすると、このモールドにまだ汚れが溜まってるなっていうのがね見えてくるんで、そうしたらまたね極細固めのやつで取ってあげるといいかなって思います。ここ面取ってはね、だけどね、やっぱりちょっとこう接着剤が少し飛び出てる、ここ見えるかなね、この辺ちょっとパツパツになっちゃったね。この辺も仕上げていきますか。時間大丈夫？大丈夫だね。いや、やべえ、これはやべえ、今ちょっと当たっただけで逃げやがった。このね、接着剤があると逃げるのよ、スパチュラが。だからカッターでちょっとこうしてやる。この辺もどうかな、大丈夫かな。あー、この辺も良くないね、良くないね、この辺ね、ここね、こうしてね、そーっとそーっとそーっと。さすがにカッターは結構掘れちゃうんで、脱線しないようにね、もう気合い入れて息止めて窒息するっていうぐらいの状態でやるといいもんができると思う。でここでまたで、まあこの話も何回もしたんだけど、ポイントとしてはですね、こうやってどっか支えてあげるといい。手をね、この状態で、このフリーな状態でこうやってやろうとするとプル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 震えて大変なことになるから、ちょっとこうね支えて指を安定させてくる。でこのね親指もポイントなんですね。こうやってやるとビシャってこう変な風にいたりとかしない、ここでこうやって止まってくれるというストッパー。ここにねこうガイドをつけるような感じとっていうかね、人間の指ね5本もあるんでね、両手合わせてなんと10本もあるんだよ、うん、すごいよね。そう考えるとこうしっかり使ってやっていかないとね。ビッてこう滑る防止をこう指でねしてあげてね。あ、もう接着剤が飛び出たとこがめんどくさい。脱線するのよ。まあもし気になるだと一回ペーパー当てるのも手なんだけどね。ちょっと自信ないなと思ったら一回ちょっと軽くペーパー当てといてあげてからやってあげてもいいと思う。ボコって飛び出てるから邪魔なんだ。でそのボコって出てるのを取ってあげるのも、一回カッターで道だけ軽く入れておいてあげて、で邪魔なところをペーパーでちょっと軽く落としてあげて、それからやってあげる、こうやってガリガリやってあげるといいと思うね。ほら、だけどまあ本当にさっきから何回も言うけど、力抜いてね、力を入れずにやっていきましょう。ほら、で次こいつ、本当はこっちを先にやった方が良かったね。じゃないとここに交差点を作っちゃうことになってる、なるから、こっちでこう行った時にここで引っかかるわけよ。だけどね、先に取っておけばまっすぐさささってやって、そこからこっちやるっていう風にした方が本当は綺麗にできていいと思う。
ええ硬い。よいしょ。ああ連休が間近だ。もうプラも作って動画撮りだめしまくろう。やっぱ連休を挟むだけあってなんかねアシェットさんから結構届くんだよね一気に。余計に取りだめできてあ首でいいわみたいな。なんか首がボキボキなるんだよね昔からだけど。よく言うけどねなんかさ首鳴らしまくると首が太くなるみたいなさ。かっちょええじゃん悟空みてえじゃんねまあそれは冗談だけどさなんかゴキゴキなんか頭痛の原因が首こりが多いんだよな。わかるんだよね首から来てるなみたいな。あんまりこうリアルに頭痛がするみたいなのよりも首から頭痛が来るみたいな感じだね。だから結構逆にお風呂入ったりするとさ良くなったりとかさすることあるんだよね。そういう風呂入りてえなもうずっと風呂入ってねえなっていう言い方するとなんか汚らしいけどあのあれなんですよシャワーばっかでさ。蒲郡はみかんと温泉の町なのに日帰り温泉って高いじゃない。だけどラグーナの湯はなくなっちゃったし紫陽花の湯だったかな。なんか蒲郡にそういうのもあったんだよ。やっぱこのねいろんなね関係でさやめちゃってさもうなんかこう気軽に行ける銭湯がなくなっちゃって。これあんまり深く入れすぎるとさパーツ切り離しちゃうから気をつけましょうね。気軽に行ける温泉がなくなっちゃった。温泉が温泉だね。温泉型銭湯というかなんというかお湯じゃなくてね温泉が入って日帰り温泉とかまあいいけどね。日帰り温泉もさあの泊まることなくさちょっと美味しいもん食べながらねえお風呂入ってみたいな。だけどこの前なんか調べてたらさちょっといいなと思ってそうしたら結構高いのねあれね。あの部屋付きみたいな感じでさ調べてたら泊まりとそんな変わんねえじゃん値段とか思ってさ。安いかなとか思ってご飯とお風呂かみたいなさ。甘かった全然甘かった。であのガモゴリだとさ地元だと帰りが楽なのよ。なんか行って疲れてお風呂入ってキャー気持ちいい疲れが取れるわみたいな感じででまた疲れて帰ってくるっていうさ遠距離をさもう近場でいいんだよね。さっと帰ってくれる。まあどっか観光したいとかねそういうのがあればねまた別のお話になってくるけどね。ここは別にやらなくてもいいか。ここもやらなくていいのかな。でもこれ別パーツわかんねえな。今度カタログもらってこようかな。買うすか。買いません買えません買いませんじゃない買えませんって思うかな。そう結構ね多いのよ。ここの部分とかもさこうちょっとパーツが分かれてるような感覚になってるからさこのフェンダーのこのね泥除けの部分というか。よしまあいい時間になっちゃったね。まあこんな感じでですね結構あの取るところ何気に多いんですよ。この扉でしょさっきのここでしょここあとここかあとねここにも隠れてんだよね。ここ合体した部分このここねここもそうだしまあそんなとこか。 あと給油口ね。そうだからね私は今からゴルゴを見ながらやるわけですよイエーイでございます。ということで今日はこのサムネ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 別にあの峰島さんのね回しもんでも何でもないんですけどね、私はこれを使ってやってますよという感じの
サムネをジョン、こんな感じでございます。いいね、キラン。ということで今回は筋彫りの立て直しでございました。皆さんがね、制作するね、いい参考になればなと思います。まあくれぐれもね、力を入れずにね、このスパチュラの切れ味を使ってですね、やっていくといいと思います。まあこの3本目のこいつ使ってないんだけどね、この真ん中のやつはね、まあこの2本あれば大概のことはできるんで、まあこれはこれでまた別でね、使います、使ってますので、なんだかんだこの3本セットっていう、3本セットで売ってるんでね、よく聞かれるんですよ、これ何ですかとかね、どこで売ってますかとかね、聞かれるんですけど、峰島のねスパチュラでございます。3点セットで売っております、この3点セットで。ということで、別に回し物ではないので、あれですけれど、私はこれを使ってやっております。いろいろなメーカーからいろいろなものが出てるので、ね、試してみて自分に合うものを探すのが一番ベストだと思うのでね、いろいろ使ってみていいものを選んでいきましょう。ということで今日はこの辺で。ダメだ。